麦わらの小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか？確かに。ワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。ではあの男を向かわせるか。ルフィ、ルフィ、しっかり。はい。もう怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像してたのかよ。わ、俺の帽子がね。見つけた時にはなかったな。まいったな。どこに行っちまったんだ。沈んでんじゃねえか。うわっ、あぶねえ。なんだこの島、どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。嘘。信じがたいけど、雷を凍結させたもののようね。この島、一体昨日のおかしな嵐の時に降ってきた氷みてえだな。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ゾロとブラックもいないぞ。どうするんだ、ルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。ナミ、ゾロ、ブラック、
なくなっちまった奴らが心配だ。早いとこ見つけて合流しねえとな。それにサニー号の修理のために材料探しもしねえといけない。俺も一緒に行くぜ、ルフィ。この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってみるか、ルフィ。よし、行こう。ナミたちいたか？いや、この辺りには見当たらねえ。みんなどこ行っちまったんだ？ここは岩が崩れちまってる。この状態じゃ先には進めねえし、あいつらも島の奥には行ってねえはずだが。おい、ウソップ、これサニーの怒りじゃねえか？ああ、着水の衝撃で飛ばされてきたみてえだな。サニーに戻してやんねえと。なんだ今の声。行ってみよう。おい待てよルフィ。しょうがねえ、俺もついて行ってやる。しかしよ、今のは一体何が吠えてたんだ？みんな合流したらそいつを探しに島を探検だ。いや待てルフィ、おい。ナミたち、この辺りには見当たらねえ。無事でいてくれよナミさん。すぐに助けに行くからな。この辺りには流れ着いていないようね。みんな全身バラバラに砕け散っていないといいけど。雷雲のない空から落雷、考えられない現象ね。一体どういうことかしら。でも今はみんなを探すことが先決ね。行きましょう、ルフィ。この辺、かすかにナミの匂いがするぞ。本当か、チョッパ。ナミの匂いはこの洞窟に続いてる。俺たちより先に流れ着いてたのか。ナミさん、今行くからね。よし、行くぞ。
ナミが大変だ。ルフィ、助けよう。道がねえ。ルフィ、反対側だ。あのゴリラの仲間か。さっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ。どうすっかな。俺の蹴りを食らいたいのはどいつだ。まだやるなら相手になるぞ。なんで急に襲いかかってきやがったんだ。俺たちは別に何もしてねえぞ。
まだ来るのかよ、しつこいな。よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。勝負だ。ゴムゴムのガトリング。もっと強いやつはいねえのか。待てルフィ、俺は強いやつに会えない病なんだ。ちょっと待て。あいつら海賊出て行けって言ってた。嫌われたもんだな。さあな、今はナミさんを助けるのが先だ。そうだな、行くぞ。チョッパー、こいつも俺たちに出てけと言ってるのか。いや、腹減ったって言ってるぞ。敵意はなさそうね。なんだ、それなら道を開けてもらおうぜ。待って、ウソップ。どうした、チョッパー。敵意はないけど、食欲はあるみたいだ。ウソップ！ウソップが食べられちまう！ウソップ！待ってろ！今行く！ゴムゴムのバズーカ！ディアブルジャンブ！プルミエールアッシュ！治療なら俺に任せろ。これで元気になるぞ。めまいが。今行く。なめんじゃねえ。だから言ったろ、俺は一人で平気だってよ。ウソップ、無事でよかったな。危ねえ、食われるところだった。あの鳥のくちばしね、全身穴だらけの死体にならなくてよかったわ。いや、怖いわ。
ちで合ってんのか。うん、ナミの匂いがしてる、間違いない。ここを登るのかよ。ナミさんはこの先だ、行くぞ。まだ着かねえのか。ほら、いいから走りやがれ。ナミさん、今あなたのナイトが行くからね。もうすぐだ。すぐに助けるからね、ナミさん。見えてきたわ。ナミさんに手出しやがったら下ろすぞ、クソゴリラ。なんだ、またかよ。どけ、サル。あら、こっちにも。ハサミ打ちか。上等だ。相手になってやる。どかねえなら、ぶっ飛ばしていくぞ。ディアブルジャンブ、フランバージュシャット。任せろ。ゴムゴムのやまするなら容赦しないわよ。支援フルールデルフィニウム。もらったぜ。
切り取ります。これがウソップ様の実力よ。調子がいいぞ。俺がキャプテンウソップだ。いい調子だ。成長を実感できるほど強くなれたのね。俺の体はさらなる強化を遂げたんだ。よし、変態完了。一緒か。あとはブルックだけだ。迷子のマリモが帰ってきやがった。誰が迷子だ。おめえだよクソマリモ。喧嘩しとるバイカそこりら、今すぐナミさんから離れやれ。ナミの回復が優先よ。ありがとう、助かるわ。なかなかやるわよ。サンダーランスクーポン。手強いわね。みんな気をつけて。ちょっと痛いわよ。ディアブルジャンブフランバージュシャット
これは一筋縄ではいかなそうね。オチエンタフルール、クロトワマーノ。いけるか。ゴムゴムのジェットピスター。ありがとう、助かったわ。ナミさん、無事でよかった。よし、ナミもゾロも見つかった。あとはブルックだ。海の一流コックは技も冴えてこそだ。俺がキャプテンウソップだ。今週の俺はスーパー強えぞ。ナミさん、無事でよかった。迎えに来たよ。ああ、ご苦労。お前じゃねえよ、クソケンシ。すげえな、ガラクタが山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これは、どうした、フランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい、待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ皆さん、私はここですよ。あ、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よっこの辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よっ恐れ入ります。まさかあれが海賊。こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。事の起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。見ろよあの島、でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ、行ってみよう。ちょっと待ってルフィ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつはノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ、フードバーストて。立て直すわよ。危ない、ジャンパーさん。なんだよこれ。
あの男は島に着いたのか。間もなくだ。急がせる必要があるな。あの一味にはニコ・ロビンがいるのだ。そうだ、ルフィ、思い出した。あんたの帽子、女の子が持ってるのを見たのよ。本当か、ナミ？島に流れ着いてすぐこの浜よ。でもその後すぐにあのゴリラに捕まっちゃったから、女の子がどこに行ったのかわからなくて。じゃあ島にはあるんだな。ありがとう。よし、探しに行くぞ。冒険開始だ。この岩、飛んできたサニーの怒りで崩れたみたいだな。ん？岩の隙間から風が吹いてる。この岩、切るか。ここから島の奥に行けそうね。よし、帽子を持っていったやつを探すぞ。出発進行。ああ、行くぞ、お前ら。